てましたし、あ、そうか、てましたし、中寮マスミビおにぎりのみやってました。あーもう危ない、もう完全に時間のこと気にせずもう喋り倒してたから、好き勝手やってました、ね、気づけばごめんなさいね、戻ってまいりました。ヤマピーがイケメン、あ、ヤマピーはイケメン、あーヤマピーね、今夜から始まった逃げ恥の次枠のドラマがすでに人気で、あ、これ見ましたよ、 サラリーマン冴えないしですよね、ああそうなんや、残念ながら僕あの堤真一さんは大好きなんで、あいいじゃないですか、堤真一さん僕も好きですね、だから見てます、見ましたけど、はい、まあまあなんやろ、どんな感じなんやろ、正直まだまだ分からん、分からへんなと思って見たら、あ、面白かったです。何でしたっけ、僕が覚えてるそのえ月9やったんかな、堤真一さんがやってたやつ、あの松嶋菜々子さんがキャビンアテンダントかなんか、おうおう、でその相手役に、相手役、まあ、どっちが主役なんかわかんないですけども、堤真一さんがおって、で、あと僕、堤真一さん好きなのはね、映画の毛量の箱、ありましたね、はい、懐かしいな、このちゃんさん、大和なでしこ映画館だった、で、なんやったらもうそれが人気で、どんどんアニメーションにもなったり、ラスチャソさん、カルテットでしょ、ね、高橋一生とか松田龍平、カルテットか、高橋一生とか松田龍平の、松田龍平、あ、松田龍平さんもいいですね、カルテットって今日、え、今やってます、ちょっと前やってましたよね、あ、そうなんですか、あ、そう、あ、ヤマトナデシコ、ヤマトナデシコでさ、その松島奈々子と堤真一さんのやつ、全然知らん、世代感何かを感じた、あと何やろうな、堤真一さんも好きやからね、あのダディ、何やったっけ、あの岡田君とやってた映画、おうおうおう、岡田、はい、ダディフライダディフライダディフライみたいな、なんかそんな分からへん、何やったっけな、もう忘れましたけども、ナソチャソさん、ね、女優さんは松たか子と満島ひかりですね、ああ、そうそう、松たか子さん、松さんが出て、松さんが、あ、今今カルテットは、カルテットは確かで、土曜のやつは夜9時のやつは堤真一さんが出て、あと小泉今日子さんが出て、あ、あ、結構もうあれですね、若手の方というよりかは結構ベテランの方たち、うんうん、まあ、なんかあのね、ムロツヨさんも出てますよ、あ、いやもうそこももうベテランやないですか、やっぱりベテラン勢で固めていってるやん、わあ素晴らしいですね、いいな、安心して見れるタイプのドラマですね、うんうん、あと、あ、忘れちゃった、まあ、いい、あれ椎名吉平さん、椎名吉平、違う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 、椎名吉平も好きやからな、もうだからもう映画でね、はい、邦画のやつでは僕はアフタースクールと、あ、アフタースクール誰も出てへんわ、今言うた人絶対ダメじゃないですか大泉洋さんと佐々木蔵之介さんと坂井雅人さんの、あれ、このメインでね、 お送りする、あ、全然見て、それ、あ、アフタースクールめっちゃおもろいですよ、あの 鍵泥棒のメソッドとか、コモちゃんさん、室さんが、あ、ありましたね、ああいう感じで伏線がぐわーっと張り巡らされてての、うん、そういう映画で、やっぱり坂井雅人さんはね、大体ああいうの出てきますから、まあまあまあ、あの監督のものに、あとゴールデンスランバーも、ありましたね、坂井雅人さん、あれで出た、あれも見た、見た、見た、で、あ、それじゃないよ、その毛量の箱は全然あの、そこでやっと堤真一さんが、KYさん、大泉洋さん、さんがね、はい、堤真一さん、阿部寛さん、椎名桔平さんで、濃いね、あれです、雨上がり池下の宮迫さんも。あ、やっぱりそこら辺でなんか演技派みたいな感じになってたり、あと、まあ、あとね、何名かね出てたりするんですけど、ちょっともうどうしても僕も堤真一さんの、うんうん、あの何ですかね、傀儡堂、傀儡堂って何やったかな、なんかそのお寺さんのところに傀儡堂、まあ古本屋というか、はあ、お寺やりながらそういう書物を扱ってる方でね、まあ、みんなそこにその難事件が起これば、あのみんな集まってこんな事件があるんだがみたいなことで話してたりして、殺仕事人じゃないですかやってるし、ペレレーみたいな感じで、あの古い寺とかに集まって、はい、お金みんなで分け合うでしょ、依頼料をね、あれはもう朽ちたお寺さんじゃないですか、もう口に口切ったとことか、もう寒い風がヒューヒュー入ってくる、そうそう、どこで小判をこう一枚ずつ取っていくやつでしょ、そうそう、どこここみたいなところでやってますけど、どこで集まってんのみたいな、中村モンドさんのあのマフラーみたいなやつかっこいいですよね、あれ寒空の中こう顔を隠して、あれマジで寒いからマフラーしてた
ったら、おあれかっこいいからこれやろうやつってあれ採用されたら、だからもともとはあれはあんじゃオフ場面でそうそうやってたからあれで採用されたへえ、いやあれは素晴らしいですね、かっこいいもん、あれ真似したくなる、うん、確かに、まあ、まああれやっぱ目でお芝居ができるからかね、うん、おしゃれなんでしょうね、すごい真面目なこと言いました、ね。ぐしゃ真面目なこと喋りました、ね。本業のお話がちょっと出たところでありがとうございます。ということでね。女優さんまでね。室さんなら、ああ勇者よしひこにも出てますか。なんかポンポンポンって音がした後になんか変なこと言うんですよ。あ勇者よしひこではね。でも勇者はでも冴えないしでもそうでしたよ。あの、うん、なんだろう。なんかポーンってなったら変なこと言ってるのは何やろ、ああいう芸風なんかなって、芸風、あ、まあその中での扱われ方が、そうそう、基本的にはお客キャラですからね。ああ小泉洋さんね、なんかタイガータイガー見てたから、あ やっとあの人が真田幸村に出て、そうそう真田丸、真田丸、そうそうそう、いや真田幸村、正幸は誰がやってたんでしょう、正幸は、草刈さん、草刈正雄さん、草刈機の CM をやる草刈さん、いやいや、だいたいテレビショッピングとかでもちょっとね、そうそうそう、草刈機の CM、 宝田明さんがあの草刈正雄さんかぐらいのテレビショッピング率、そうそうそう、だいたいあそこら辺ダンディーなね、そうそうそう、お父様がやってあったりする、いや草刈正雄さんの話です、ね、ごめんなさい、真田丸がちょっとね、真田正幸の方が僕はね好きやったりするんですよね、やっぱりか、まあまあ、家をこう守るためにね、こう二分化させてみたいな、まあまあお父さんの方が何やろう、まあまあ晩年評価されがちになる、まあそうですね、ちょっと前まではこうやっぱ真田幸村分かりやすくねすごいぜって言ってたけど、そうそう、あれよくよく考えたら家を守ったお兄ちゃんすごくね、あれよくよく考えたらさらにね、どっちにも倒れても大丈夫なようにやったお父さんすごくね、そうそうそう、っていうかそれ以前の前におじいちゃん、そうそう、おじいちゃんも雪高がね、雪高が、しっかりあの竹田家からね、あのそうそう、竹田家の重鎮ですから、そうそう、重鎮ですからね、あ僕すいません、あの戦国武将も大好きでございまして、小社寺だけじゃなくて、小社寺だけじゃないですよ、小社寺系男子じゃなくて、それで言い出したあの風魔一族は全部風魔小太郎名乗らなあかんとかね、あそうなんですか、そうなんですよ、めっちゃ面倒くさくないですか、だから一子相伝というか、あの風魔小太郎を受け継いで、そのこのチャンさん石田三成は石田三やったかな、どうやったかな、それ北斗神拳とかどんなぐらいの勢いで正当な伝承者以外は殺されるみたいな、だから僕あの信長の野望やっててね、はい、あの最初の年号のやつであの北条家かな、はいはい、撮ってたらあの風魔小太郎がねおったりするんですよ、ありますね、絶対いいんじゃね、はい、でつるっぱげのね、あの白いひげのじじいが、はい、風魔小太郎でこうやっとるんですけど、このちゃんさん、はい、あこれは風魔小太郎が武力さすが強いなって思って、で今度あの結構後期の信長包囲網ぐらいのところの年号で初めて、はい、北条家で始めた時に風魔小太郎めっちゃかっこいいね兄ちゃんでこう映ってるんですよ、誰やねんこいつと思って、でも風魔小太郎やって思ったら、だから風魔小太郎はどんどんその名前受け継いでいかなあかんっていうね、意思相伝のアンダースケンやったんですね、っていう感じでやってるんで、あそういうやっぱり忍者の中でもだからそういうのがあるんだなっていろいろあるらしいです大丈夫でございます、でそんなもんあってね、だから小社寺的な人はね、小社寺も受け継いでるかもわからない小社寺は小社寺で、あの僕のツイッター見てる方はね、あの小社寺情報が今ちょっとお手元にある方は思うんですけど小社寺の子はなんかそういう何ですか、その三国時代の時の何ですか、あのモンゴルとかあそこからの異民族の出じゃないかということで、まあ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 よくある話ですよね、そこの 子っていう何ですか、名字じゃなかったか、だから社寺があのあざなやったんじゃないか、子社寺っていう子社寺さんやったかもわからないですね、子社寺ね、ね、ああいうこれ子社寺、子社寺です、子社寺です、子社寺がいてますんで、子社寺ですか、そんな感じでねやってます、おにぎりもうちょっとしたんです、あおにぎりもう間もなくありがたいですね、石田三成はね、うーん、あ石田三成好きですよ僕も、だからどっちかというと西軍ですか、西軍、それは声運でございます、ごめんなさい、あは、面白い面白い三成さんはね、まあそう、僕好き、まあ、それも結局あの信長の野望でよく僕が重要視してたっていう、まあまあ内政高いですからね、そうそうそう、内政高いですし、軍師にもなりますし、であのあれでしょ、なんかぬるい茶出し、熱い茶出して、ちょうどええ茶出す話が有名ですよね、そうですね、そうそう、それぞれに、だからちゃんと気配りのできたね、そうそうそう、素晴らしい方やったっていうのもありますから、で、あとは何やろうな、でもまあ、そこまで僕、石田三成さんは詳しくはないですけども、まあ、軍師としての、なんていうんですか、こう重要視できる
素晴らしい方やなっていう、まあ、竹中半兵衛が好きかな。まあ、なんやろ、竹中半兵衛なんかやりません、や最近というか、こっから。いや夢で見た、何あれ、いや、あれ、ま、だって次のタイガーはあれですよ、いい直虎ですよ。ああ、そうですよね、うん、ちゃあ、いいか、いい直虎か、そうそう、女上手、女上手ですよね、はい、直虎かの影虎って忘れちゃった、影虎、あれどこの話や、あれは三河とか強そうで、だから今川義元とかが、まあ、ああ、なるほど、の時代なんで、ああ、いいですね、ええー、ところや、三河武士とかそこら辺は、そうそう、あの辺から今川義元や、そうそうそう、なるほどね、まあだから、まあ、あの流れで行くんやったら多分関ヶ原まではやるでしょうね、やるか、ああ、じゃあもうちょっと繋がってくるね、そうそうそう、今回のやつとで多分、まあ義元で、まあ、家康が誰やるかはあんま知らんっていうか、ああなるほど、女武将とか女上司とかってなったところで僕出てくるのはやっぱり北条政子、北条政子じゃない、北条政子いざ鎌倉言うてないですけど、そっちじゃなくてあれですね、同じ戦国武将としての何あのだから九州地方の大友家のね、立花道雪の、息子が立花宗茂ちゃん、立花なんとか千代です、そうそう、銀千代、銀千代、あえても女武将、そう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 、だからそこら辺も有名、立花道雪がほんまに阪神不随やったんかなっていうのすごい雷に打たれてね阪神不随になりながらも、諸葛孔明と同じようにね、こう椅子にこう乗りながらこういろいろ指示してたみたいな立花道雪が出ていったから、その同じ時代に来てた龍蔵寺家のね、鍋島直茂が、うわー立花出てきたどうしようみたいな感じでずっとそこでこう、ね、そうバーってやってるとこしたからね、九州の鹿児島からも島津がうわーでやるっていう、一掃していくわ、鉄砲台ババ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 そうそうそう、ね、船ももう素晴らしいですから、ね、いやもう、まあ、九州は九州でもうごたごた、もうだから九州の話もちょっとやってほしいですね、絶対あそこの時代おもろいでしょ、立花家、立花ちゃん、大友家があって、まあクリスチャンですけどもね、大友家、鍋島家があって、で島津家があって、それだけじゃない、有馬家とかね、 あとなんやな、伊藤家もあるか、伊藤は全然強くないんだけどな、まあまあまあ、信長の野望的に、そうそう、信長の野望って言うたら、あとはもっと後半になったらもっと細かいなんか豪族とか出てくるかもわからんけども、そう、大体その三大勢力がこう入り混じってて、大友家と鍋島家が近いから、北九州でそこでずっとバーってやってる間に、もう島津家はもう力蓄えてね、でもう鉄砲もどんどんと伝来させて、使ってな、もう鉄砲でバーッてベベベベベって、もうそれでどんどん勢力を拡大して、そうですよ、種ヶ島さん言ったからね上杉謙信って女やったっていう、ああそういう逸話もね、もだから月一で実は寺にこもるっていう、そういう逸話もそうそうそう、はっきり言わんでいいですよそれは、そういう女性の特有のなんもう あったんじゃないかっていうのがあったりね、お家騒動で寺にこもってたって言うてたけども、実はそれはっていう、ああそれ言われたり、でもそれで言うたら、うん、今回の大河のいい直虎、はいはい、もうあれですからね、いろいろ調べてみたら、はい、大河になると大体歴史の調べ、うん、こう調べる力が集中するんですね、だからさまざまな、ね、うん、新しい何かが発見されたりはいはい、はい、んですけど、直虎調べられすぎて分かったことが、うん、もしかしたら女じゃなかったかもしれないってことが、ああ今度は逆に、タイがやるって決まったあたりから判明してしまったらしいらしいらしいで話してます、ね、まあいいんじゃないですか、もうそれはそれでロマンですから、タイもうひっくり返りそうです危なかった、マジで危なかった、絶対ね兄ちゃんとかで実は女じゃねえんじゃんみたいな、そうそうそう、叩かれ始めるみたいな、危ない危ないってなったけど、まあまあいいんですよ、だって僕なんやったらもう戦国時代嘘やと思ってますから関ヶ原の戦いとかもなかったんじゃないかっていう、昔、まあ、もうあまりにも平和すぎてもう、ああ何もねえなみたいな、何もねえなこれどうしよっかみたいな、なんでそんなほみたいなあれちょっと待って、じゃあもう面白くなんかもう後々の時代の人に面白いストーリー書いてやろうぜみたいな、ないことをずーって書いて、信長っていうやつがおってさ、実はもう大作るもの、まあ、確かにね、合戦場跡と言われても、はい、ピンとこない、ピンとこんしね、実際もう本当にもうないだってあれですよ、だから岡があったり、そうそう、だってあれですよ、だってどこやったっけ、後藤又兵衛が住んだところが、はいはいはい、まあ、うちの稽古場の近くなんですけど、河内国分とかの近くなんです、河内国分から、
大阪城まで、多分電車で1時間じゃ効かないくらいの距離なんですよね、まずね。ぶっちぎり遠いんですよね。なるほどなるほど。で、だからその距離とかをいろいろ計算してみたら、うん、そんなに広い面積で戦ってたんって思うとちょっとね。いやでも広いのは広いらしいですけどね。何やったっけな、そのちょっと真田丸の後半のところで安倍のハルカスから覗いた景色で、その大阪夏の陣で敷いてた位置がバーってあの紹介されてたんですけども、この範囲でよう見れてたなみたいな。コモちゃんさん、まあ、昔は線や鉄人たちがかっこよかったってブルーでしょう、ね、唯一クソ高い建物が大阪城やったんで、だから、ね、そうそうそう、だからみんな大阪城やばい怖いって大阪城にイフを感じてたんですけど、まあ今ね、今やったらちょっとピンとけへん感じでしますよね。だからやっぱり今となってはね、だから今となったところでいろんな逆にそういう何々は架空の人物でとか、うん、そういうのがあったり、なんで架空の人物の話が出てくるねんって話ですけど、ね、だからあれなんですよ、持っとんのか、そう昔の人があのやっぱ面白くねえなこれ平和だなって言って、やっぱりもっと争いがあった方が面白いんじゃねえかっていうことで戦国時代作り上げられてたら、ああそれはそれで面白いなと思う、まあ、まあファンタジーが、ね、そうそう、楽しい人がたくさん集まってたんやなって。で真田重雄氏の話もそうじゃないですか、まあまあほとんど、ね、架空の人物、霧隠れサイズ、霧隠れサイズはおったんだけどね、ギリいます、ギリいるか、猿飛びサスケは怪しいかな、あんま覚えてないですけど、あと忍者の中にもあの、ね、今ちょうどねコモちゃんさんがね、ネズジンパチがかっこよかったってあるんですけど、ネズジンパチっていう武将というか忍者いますからね、そういうのもね、うん、あったり、いやでもやっぱり戦ってなったら千人単位じゃないですか、はいはいはい、千人単位の人たちがわーって動くんから、多分もうね100、多分そんな3日とかで効かない、効かんし、ね、でだから何でしたっけ、あの戦争っていうところで実際もうほんまにこう怖い怖いというかもう危ないとかそういう何ですか、危機迫るものを感じてたのはほんま最前線のみで、ちょっと後ろの隊になったら何もねえなあ今日結局今日も平和だなぐらいの勢いで戦争やってるけど、うんうん、っていう話、距離的に遠すぎますからね、そうそうそう、リアリティが伝わってこないから、ね、うん、難しい、まあまあでも前線に出てわーってなるわけです、わーってなって、いやでもでもやっぱあと長槍の使い方が実は違うかったっていう、ああね、こうかつくで槍ってつくとかって思うところ、実は上からただ単に叩いてたっていうそう、あれ長い棒で叩くのと同じ攻撃の仕方っていうね、あれ、うん、あれひっくり返りましたね、叩くのってどつき回して亀裂したやつを倒す、倒すとかっていういろんなやり方がね、それも後々分かってきたっていうあれやったりしますけども、それで言ったらあれですよ、もうジャッキー・チェンの映画でもね、あの有名なあの普通の外の居酒屋に置かれてるね、あの椅子のやつはもうさ、カンフーベンチっていうね大丈夫ですか、いやいやいや、なんか分からんけど、うん、普通の椅子が武器になるカンフーベンチ、そういったのも後々の、ね、そういう武器がね、あるというのは分かるわけで、わあすごい美味しい感じになりましたね、うん、あうわ楽しみ、バターとか、あいいですね、ちょっと横にこさえ立っていただいたり、はいよ、だからあれは何ですか、忍者の武器でいうと千輪とかね、あれは忍たまなんとなんだろうで僕知りましたけども、千輪ってなんですか、あの小さい輪っかの何ですか、先輩がほらちょっとかっこいいめの先輩がこう、そうチャクラム、ベルセルクでも有名なこうチャクラム、あ、コモちゃんあれですよ、あのベルセルクって言ってもあのドラゴンゲートのベルセルクではないんで、あごめんなさい、さっき言っとかない、はい、漫画のベルセルクのねあれでもあのあそこ、何やったっけ、あのねインドっぽい感じの衣装着てるバーキラカ、コモちゃん、あ、そうバーキラカ、バーキラカの王女がシャ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 ンってやってキルキルキルンってチュミンって出して、でそれをまたね、あのガッツが、ガッツ何で返したっけ、普通に打ち返した、なんかキュキュキュインってなんか飛んできたの、うん、飛んできた輪っかに、うん、シュッって入れるよと、あ、それ入れましたよね、やっぱり、そうそう、あのでかいやつ超タイミングよくどうやって返せんねん、あんなもんは、で、今はね、もう最新刊ではバーキラカの王子がちょっと手を貸してくれるというか、あ、マジですか、そうなんですよ、マジで、もうずいぶん見てないですよね、僕も、去年のね、秋ぐらいかにやっと最新刊が出て、で、そこではあれですよ、もう高野団の、はい、あ、名前忘れた、グリフィス、うん、グリフィスがもう新しい国みたいなのも作ってて、ね、ファルコニアを作って、あ、そう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 、あそこでリッケルトとかがね、うん、もうちょっとお世話になってるような城下町で、で、ね、実際にこう謁見してなんかお話ししたかったんやけども、あまりにも遠い存在になって、あ、もう何も聞かれへんわ、自分の道はどうしようっていうところで、
その城下町でお世話になってたじいちゃんのところでこうどうしようかなって思ってたそこにあのねなんか影みたいな仮面かぶってその体はもう影みたいなやつが、そのバーキラカの中で、暗躍してた暗殺伝説の暗殺のやつやったっていうので、でそしたらそこがベルセルクではなくベルセルクでしょ、バンガーありますから、バーキラカの王がこうバーンってきて、あ、お前はみたいな、わーおいしそう来ましたよ、伊勢うどんのタレで作った焼きおにぎりでございます、ありがとうございます、いやもう食レポで焼きましたね、いや美味しそう、うわすごい、またこのバターのこれ溶け方がいいじゃないですか、食べましょう、ね、あちょっと今の間にちょっとラソチャソさん今日あがら食べたい、食べてみましょう、あ、ネズジンパチやっぱり分かってますということで、あ、ケワイさん、コモちゃんさん、食テロはゴロモンや、おやすみなさい、おやすみなさい、あ、ベルセルクではなくベルセルクね、ベルセルクね、ベーとかベーか、あ、なんじゃん、なんじゃん、かわいい、ベーで言うたらコトカみたいになるんですよ、それもドラゴンゲートのベーが有名ですから、ベーがね、ベーじゃなくて、どうですか、まだ食べてない、まだ早い、早いです、あ、わあ、でもこれ、わほんま美味しそう、よいしょ、わいいですね、この醤油のこしみ具合とか、あ、ちょっとね、こんな感じで、まあ、そう、有限も立っておりますから、うん、いただきたいと思います、どうぞどうぞどうぞ、おしゃ、これもう絶対熱いで、ね、おっこそちゃそさん、湯気がこっちにも来てますよ、うまっ、うまったまり醤油みたいな、こう甘い、うわ、うまっ、伊勢うどん、うまっ伊勢うどんのタレだけ欲しなってきましたよね、ご飯にかけてね、うわ、これうまっ、ほんまに、うん、まあ、こう、あ、いいんですか、いいんですか、うわ、こう、うまいな、一口だけ、うん、ちょっとね、こう、うん、こりゃいい、何もしないで真っ黒だなんですか、これあの、何でしたっけ、あの、ガラコ的なやつでタイヤに吹きつけてこれだけで綺麗になる CM のガラコガラコーっていう、安いレオタード着てる姉ちゃんが言うてるガラコですけどもあれの他の、なんかあのタイヤだけ綺麗にするやつ、水かけなくていいの？ノンノン拭かなくっちゃノンノン、何もしないで真っ黒だのコモちゃんさん、隙間なく口に入れて単独みたいに、あれもいいですからね、あ、ごめんなさいね、ちょっとね食テロな感じでね、拷問で、美味しい、いや、うまいですよこれ、あ、うん、隙間なく口に、あかんわもうほんまに、あれズル向けんだったら単独の部位でちょっとね、あの熱々の食レポをちょっとやったんですけども、あ、熱々のたこ焼き3個まるまる口に放り込まれて、あの冷ます余白がないっていう、うわとんでもないことだってね、もう気づけばもう次の日口の中もずるむけになってました、めっちゃ怖い、大変ですよ、うわ、でもこれ美味しいわ、ねえ、うまいですね、もっとバター言います、いやでもまあこれくらいがいっちゃいます、うん、いやほんまに、ま、醤油がいいですね、うん、うん、あれタレだけ手に入らないですかね、うん、タレだけ、いやそれで言うたら多分他にもあるでしょ、作れるか、てか作れるな、うん、たまり醤油のええやつ、ラソチャソさん、お腹すいた見つけたのは確かにその伊勢うどんのタレでしたけど、うん、うわぁ、うまっ、お腹すいた、まあ、何がすげぇ、何ちゃんは何がすげぇやねん、まあ、うまっ、あっこうん、あ、ちょっと熱いっていうの、うん、でもやっぱりこういうの熱々じゃないのね、まあね、うん、いやでもよかったですね、いいですよ、伊勢さん、バリカワイもうおにぎりに集中すぎて、おにぎりに集中すぎて、すげえ、すげえ雑になってしまった、バリカワイ、あ、あ、マスミさん、あ、初見の方ですかね、はじめまして、どうも、中吉マスミです、はい、あ、どうも、私、あの芸人をやっております地獄の遺伝子のヘルトーナイと言います、よろしく、はい、どっちかわいいって言われてるかわからんからね、そっちか、そっち、いや、そっち変態サラリーマンそら変態サラリーマンの方っすよ、変態サラリーマンは可愛いって言われるかもしれへんねんから、変態サラリーマン好きな人からしたらねすごいコアな路線ですよ、それね、どこで言われるかわからへんからね、コモちゃんさん、美味しいお米やから空耳やろ、あ、それはね、うん、米も、お米がよくしゅんどる、しゅんどる、しゅんどる、適当にしゃべりすぎ、お米、お米醤油かね、しゅんどるか、うまい、うん、いやでも、うん、なんか
ほんまに。ナソチャソさん、お前大好きです。ショウ、一斉さん、コンビですか？ああ、コンビ。あ、違います。ここで芸人じゃないんですよ。あ、全然全然。あの本業は俳優で趣味が女装で飲み屋のオーナーとアイドルやってます中島すみです。よろしくお願いします。イエーイ。ちゃんと言わなあかんね。そうですね。で僕だけがまあ芸人をやってます。この半このコモちゃんさん、今度行くまでにタレ置いといて。コンビコンビですかってちょっと言わない。今度行くまでにタレ置いといて。あ、タレ、いや、あ、な、もう、うん、もうなくなっちゃいました。もうないか。もうない。あのつぶないとこない。つぶとこつぶとこつぶとこなんかなんかなんかあるなんかなんかねなんかねなんかあるなんかありますそれは。ググったら見つかる。ググればある。これノリに巻いたら絶対うまいっすよ。もうこれもう絶対いいじゃないですかもう。気をつけて。気をつけて。ああ、うまっ。やっぱり。あ、僕いつも画面かけるね。お餅みたい。よく言うてるのが悪く言うてるのがわかる。お餅みたい。おにぎりですからね。うん、いや、美味しい。めっちゃうまいお餅みたい、ほんまに。めちゃくちゃうまいお餅と同じや。止まらんくなるお餅。お餅食ってない。正月やる。もっと3個ぐらい焼いといてって言うてまうやつ。それぐらいのうまいお餅や、これ。いやー、うまっ。あ、今食べてくださいね、これ。あ、ええー、まじですか、うん。もうそのつもりで作ったんで。あ、そうか、そうすみません。いや、これはたまらんね。お餅もう一個。お餅が、お餅が、お餅が、もう一個、もう一個、お餅屋は、なんでちょっとそのお芝居の方での話ね。そう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 。お話も僕は見れてなかったんで、その二人芝居、なんかこもちゃんさんが見に行かれて、ね、なんか言うてはったのが、その二人芝居に入る前に、まだちょっと二部構成やったんで、その二部構成やったんで、僕もなんかめちゃめちゃ忙しかって、まあまあ。どっちも出た。どっちも出て。もうそうですよ、僕いつもこうやってフラフラしてるじゃないですか、そわそわしてるのに、お芝居の時はね、ピタッと止まるんですよ、ピタッと。何も落ち着きがある、落ち着きがある子になるんで、お仕事がね、ちゃんとそうさせる、引くくらい落ち着きのある子になるんで、いいじゃないですか、それは。で、終わって、ね、どうしようみたいな、うん、あ、それがなくなっちゃって、そうそう、もうなんか、人間に戻ったなって思いながら、若干人間に戻ってしまったなって思いながら。もうロボットじゃない。もう、まあ、マシーンやったのに。まあ、まあ、まあでも、まあまあまあ、でもまあまあ、この間、この期間が大事なんでしょうけどね、オフってる時。ああ、そうですね、なんかそういうところなんでしょうね。うん、サボろうと思えばずっとサボれるし、そうそうそう。やろうと思えばまた何かもできるし、うん、みたいな。とりあえずできることは、まあ、とりあえずお店めっちゃ、お店まあまあ おざなりになってきたら、うん、ちょっとまずお店から立て直しにしてそこが難しいですよね。 そっちもやってあるからやっぱりちょっとお店のことをしだすから結局またそうそうそう、なんか一個一個別になってしまうっていう、うん、でもなんか、ほんまになんか二人芝居とかやったんで大変やったんで、うん、いやそうでしょ。え、二人芝居でどれぐらいの時間やったんですか？1時間半くらい。おお、すごい。ずっとなんかね、なんかアドリブが効かないのがあれか困るんですよね。だから大体ほら、うん、お決まりが決まってるんで、ほら約束もいっぱいあるんで、はいはい、うん、その約束を守らなあかんっていうので、クラーノンドーのサバイオラコモちゃんさん、めちゃ俳優さんしてらしたので感動しました。ほら、めっちゃ俳優やったらしいですよ、真面目に。そらね、まあまあ真面目にやってたらしい、うん、僕らもまあまあ言われますわ。あ、ほんまに漫才師さんやったんですね、実際舞台というかね、漫才見てもらって。本当に面白い人だったんですね。そうそう、ちゃんとやってたんですね、みたいなこと言われたんですよ。よく言われる、よく言われるな。で普通の時におったら、ほんまに僕普通の人ですから。残念やけど、僕もまあまあ。特にわーっと喋るんですよ。フラードンドーロソング、スーブラシリロー。多分僕、うん、あれですよ、多分、なんか女装してたら、なんか、ヘラヘラしてる人に絶対ない。多分僕、9割くらいのやつに、あいつ俳優俳優って言ってるけど、実は俳優なんかしてなくて、ただヘラヘラしてるだけのやつ。ヘラヘラしてるやつなんちゃう。笑ってる絶対。それがでもちゃんと。そうそう。真面目にやって真面目にやるんですよっていうのは、皆さんにお伝えしたいんですけどね。うん、どうしたらいいんやろうね。まあいろいろ出るしかない、ね。出るしかない。あ、って言ってるだけ。実際に。ああ、いやもうどうしましょうか。まあ頃合いですかね。どうもどうも。まあ今日でも、ね、今日はいい感じに飯食って終わりました。飯食って食レポ的に。ああ、じゃあまあちょっと最初的に、あれなくなった。あれなくなった。あれなくなった。22日ですね。そうです。1月の22日にですね、僕がですね、関西演芸協会というところに所属している、芸人でございましてですね、まあそこが、主催の、初笑い寄せというのが1月の22日に、はい、
ございましてですね、はい、大阪は、梅田近くですね、堂島というところで、はい、あと10秒、ね、あー、嘘、早っ、エルセランホテルのところでやります。あ、詳細はあのツイッターとかにもあげますんで、もしよろしかったら見てください。ありがとうございます、また来週。あと18秒やった。いやもうややこしい。あと18秒、だから18秒、でもこっちこっちなんか分からへん、まあ、そっちがそっちがほんまに、イエーイ、変態サラリーマン、しゃー、終わったかな。あと3秒。